シャックです。マッツです。今日のテーマは渡辺の人気が止まらないけー。聞いた、もうめちゃくちゃ人気や。レッツ渡辺が帰ってきてまだ2試合やねんけれども、フィーバーしてる。各チームからやっぱ人気がすごいっていうのはね、ちょっと直近でニュース上がってきました。渡辺文化が生まれてるね。もっともっと生まれてほしいんだけどさ、実はネッツ以外にもあのウォリアーズとか、おお、サンズからも開幕前にオファーがあったみたい。すごいね。めちゃめちゃすごい。すげーよー。なのでこのすげーよーってね俺の心の感想やんけすげーなっていう。今日改めて渡辺のどういうところが評価されてるのかっていうのについてちょっと話していこうかなと思うんで、うん、顔やん。顔もまあそりゃそうやねんけど感じならそのプレイやからね爽やけやけども素人 NBA。 今日も皆さん最後までお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッとポチン押していただいて、まだ顔するちゃんとくいただけると僕は続けてモチベーションになるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。渡辺は開幕前にネッツ以外にもウォリアーズとかサンズっていうようなすごいところから来てるね。めちゃめちゃすごい、いわゆる優勝候補と言われるようなチームからもオファーがあったみたいです。なぜネッツなんだっていうのはあるけど、ただネッツがやっぱ一番こう熱心にやっぱリクルーティングしてきたっていうのは言われてる。熱かったんや。うん。そしてウォリアーズもサンズもキャンプ契約やったっていうところもあって、うん、なのでやっぱ一番熱心なネッツを選んだとは言われてる。一緒やからね、内容が。そうやね。ただ仮にウォリアーズなんか言ってたら、うん、今のウォリアーズで一番必要なんて渡辺みたいな存在やから。カリーとのね、なんかこう合わせとか見れたわけやんね。合わせもそうやけど、やっぱ今ウォリアーズとしてはディフェンスがかなりしんどい。うん、助けてくれてたと。しかもなかなか若手も活躍できてないっていう現状があるんで、ワイズマンが G に送られるからね。送られるとかね。もうある意味昨シーズンの GP2 とオットポータージュニアを足して2で割ったような選手になったかもしれない。最強やんけ。いや、そうやね。そしてサンズもいいウィングが多くて、そういうロスターを中心にはしてんねんけども、うん、今例えばキャム・ジョンソンとか怪我でいなかったりとか、おらんな。そこをトーリー・クレイグがスタメンでやってんねんけれども、そこのトーリークレイクではなくて渡辺がスタメンに入ってたかもしれない。夢あるな。めちゃめちゃ夢あるよ。 なので僕らが思ってる以上に実は渡辺に目をつけたチームっていうのは多分めちゃくちゃ多いと思うし。渡辺の目見てよ。ほんまにもうコービーのやったるで、殺してやるぐらい殺してやるわ、ピー入れるそれぐらいマンバメンタリティが出てる目やんけどっていうね、各チームから常に人気が高い渡辺やねんけども、実際渡辺のどこが各チーム魅力的なのかっていうのをちょっとここから話していこうかなと。具体的にやってくれるわけや。具体的に渡辺の良さで言うと当然3ポイントは上げられんねんけども、入るよ。今シーズンここまでは 50% っていう高いねんけど、すげえな、半分いってんねや。そう、ただ実はその3ポイント以外に実は3の3点と2ポイントの2点を足したエフェクトフィールドゴールっていう概念。何やねん、その難しいやつ。だから3点と2点をいい感じでバランスしてフィールドゴール出してみましょうみたいな。いい感じな。そう。で、その渡辺のエフェクティブフィールドゴールはなんと 73.3% を記録しています。それは高いの。めちゃめちゃ高い。ちゃめちゃ高いんや。ちなみに渡辺はシュート打つ本数が少ないんで、うん、そのリーグのリーダーのこのランキングには載ってないんやけど、はい、一定の規定を満たせばなんとこれリーグトップクラスって言われてる。すげえ。じゃあ時間だけもらえれば。そう、時間とあとシュートさえ打たせてもらえればって、ね、非常に3ポイントも2ポイントも効率が高い選手っていうデータがすでに出てる。名シューターってことだよね。そう。そしてそこだけではなくて、今シーズンターンオーバーがめちゃめちゃ少ない。おお、少ないんや。めっちゃ少ない。さすが。ちょっと今日の試合はデータが反映されてなかったんで、それよりも前の試合のデータによると、今シーズン渡辺183分プレイしてて、もう出てるね。その中でターンオーバーわずか3回。すごいな。めちゃめちゃすごい。俺続けて 2,3 回するよ基本的にそれがするやろいや、それと比べになっちゃう話じゃないけど。すごいね。すごい。ちなみに例えば同じチームで言うとベン・シモンズ、彼は245分プレイしてんだけど、ターンオーバーが20回。全然ちゃうよ。そうやね。すごいね。しかもこの渡辺のこんだけ出てターンオーバーが3回っていう記録は、なんとターンオーバーした人の回数自体がリーグの中でもほぼターンオーバーしたのにトップ 6% に入るらしい。すげえな。でもめちゃめちゃすごい。すげえな。でさ、昨シーズンのラプターズの時はややターンオーバー多い人だった。やっぱしてたんや、そこで。やってた。ちょっとトラベリングとかこうラインを踏んでしまう場面って それもターンオーバーなのか。ターンオーバーあったりしたけれども、この辺が今シーズンは特に改善はされてる。なのでこうミスが少ないっていうのは、うん、やっぱロールプレイヤーにとってはめちゃくちゃ大事なの。使いやすいもんね、監督も。そう、監督としてはいかにそのファーストユニットを戻すまでに繋いでもらえるか。もうまさによ。まさに。あるいはファーストユニットを一緒に使う上で喧嘩せずにね。そう、プラスはなくてもいいかもしれんけど、やっぱマイナスがある選手使いづらい。
KD があとはやってくれますからね。いやほんまそうやね。なので実は今シーズンそういう部分もやっぱ素晴らしいところ、ここまでがオフェンスの彼の、まあ、今優れてるデータを紹介してたんけど、うん、このように似合ってるよ。もう一つはねやっぱりディフェンス、いやここは前からねありましたから、特にオフボールオンボールのディフェンスが素晴らしいことはもう有名やねんけども、今日話したいのは渡辺のゴール下のディフェンスでの存在感。アジア人がすごいね。めちゃめちゃすごい。当然渡辺っていうのはそのデュープロテクターみたいな選手ではないねんけど、ただ渡辺がゴール下で選手とマッチアップした場合、はい、その相手選手がシュートを落とす確率っていうのがかなり高いらしくて、すごいね。そうで、その落とす確率っていうのは実はルディ・ゴベアとか、うん、ミッチェル・ロビンソンがついてる時よりも渡辺がついてる時のがシュートを落とすらしい。すごい、これはすごい。うわ、ゴベア取ったウルブズに言いたいな。いや、そうやで。これめちゃくちゃすごい、これすごいすごい。そう、実際渡辺の登録されてウィングスパンは208センチ。長いの？ NBA のフォワードのポジションって決して長いってわけではない。異次元だな、ここは。向こうは異次元。だからミカル・ブリッジスなんか215センチあるって言われてる。バグだ、バグ。だから、その中でも渡辺運動量で、そうやってゴール下での相手のシュートを落とさせまくってると。身体能力でカバーとかじゃないもんね。そうやね。もう完全に運動量。動くっていうね。いや、そうやね。なので、オフェンスではミスが少なくて効率的に動いてくれる。そしてディフェンスでは基本的に誰でもつけんねんけど、スイッチすればゴール下で相手のセンターをも守れる。すごいね。感動すんね。めちゃめちゃすごい。もう頑張ろうってなったら、そしてやっぱりディフェンスからオフェンスの切り替え、オフェンスからディフェンスの切り替えっていう運動量も豊富にあるという。走るからね。めちゃめちゃ走る。こういう渡辺の特性が今のネッツの監督ジャック・ボーンからの信頼も厚いっていうのはもう間違いない。ありがとうボーン。ちなみにネッツは今日のキングス戦に関してはちょっと集中力が全然あかんかったけど、タコ殴りのようにやられてましたよ。今日はもう完全にもうタコウェンズでなってたんけど、俺はキングス嬉しいよ、勝ってもらったからな。ただキングスよりも前の試合、ジャック・ボーンが監督になってからキングスの試合を除いた場合、うん、大きく7試合やんねんけど、かなりディフェンシブなチームになってて、かもうナッシュ系って7試合もやってるんだ。もう7試合早いね、このリーグは。ちなみにナッシュの時に7試合だからね。あとが77、今もう半分いたんやん。半分いた。いや、でこのナッシュの時のネッツのディフェンシブレーティングっていうのは 119.1、 なかなかやっぱやられてるわけよ。そう、ね、一方でジャック・ボーンが監督になった7試合キングス戦を抜いた試合数やねんけども、うん、そうなった時のディフェンシブレーティングはなんと 101.5。 わー、ナッシュ汚いね。聞いてないと思うんだよ。素人 NBA で、この 101.5 っていうのは直近7試合の全チーム比較してもリーグナンバーワンにする。うわー、じゃあ未来見えてきたやんか。いや、そうやね。ちなみに2位がアトランタ・ホークスのディフェンシブレーティング 104.8 なんで、ホークスもいいねんな。ホークスもいい。ホークスも今結構上がってて、マレー入ったらでかい。でかいと思う。ちょっとそれはまたサブチャンネルとかでいろいろやれてると思うねんけど、メインじゃないんやって今みんな。ホークスファン思ったよ今あんた。サブの再生回数みたいなちょっとやるから、ね、こっちな。僕らもやっぱ当てたいからね。Gリーグや最初。それはまあ怒られるぞ。素人 NBA っていう形でディフェンシブなチームになろうとしてるからこそ、渡辺が今のネッツで気に入られてるっていう理由なんだよ。ありがたいな。ちなみにさ、前々回のレイカーズ戦、渡辺としては怪我明けの復帰戦で、じゃあそんなにプレータイムないんじゃないかって言われたんよ、怪我明けなんで。まあまあ無理にな、出すよりか。そうやね。ただ実際にもうかなりゲームの終盤までいて頼りねえなお前らと。いや、もうほんまにそのランクになってきてもおかしくない。素晴らしい。もしレイカーズとネッツの試合がクロスゲーム競ったら多分終盤までいたやろうし。ああ、めちゃめちゃいいよ。今日のキングス戦も残念ながら敗戦はしてしまってんけれども、うん、今日はねオフェンスは3なんと3本成功の11得点。すごいな。やばいよ。いどうしたのこの人。1クォーターデュラントからもらってのコーナー3、そして後半は右左それぞれのコーナー3が、苦手な方も決めてるやん。苦手な方も決めてる、ね、ただディフェンスは後半にちょっと目を切らしてもうて、うん、中に柱で得点されたみたいな部分があってんけど、ただ渡辺としてもやっぱアウトサイドのシュート、特にネッツとしては今多分ジョー・ハリスとか外から苦戦してるんで。そうや、トレードの噂も出てるよ。そうやね。なのでやっぱそういうオフェンスの部分でも今渡辺がネッツを助けてるっていうことはもう間違いっていう形で、ほんまにケビン・デュラントにとってのいい相方になってきつつある。めちゃいい写真やん。めちゃめちゃいい。2人で撮った最初のプリクラみたいな感じで出てるよ。めちゃくちゃいいやん。めちゃめちゃ初々しい。めっちゃいいやん。ちょっと照れくさそうな KD が。 KD 大体近づいてる時照れくさそうやん。ちょっと照れくさそうな感じ。ラストがあの時も嬉しい表情出しづらい。変わってね、オリンピックのやつとかあれな。そう。ただそんな渡辺がこれからネッツと本契約、ここは間違いない路線やと思うねんけれども、これで新品買ったらもう日本中ブチ切れよ。もうこれは間違いない。だからやっぱ他チームからも狙われてるっていうことがもう今日明らかになったんで、早押せなな。いや、そうやねん。
なのでその渡辺の本契約だったりとか他チームが彼をこう横取りすることはあるのかどうか、スティール来るっていうこともこっからやっぱシーズンが進むにつれてすごい注目です。以上、今日は渡辺雄太が他チームからも大人気な件について話してきました。あなたは渡辺がいつ本契約になると思いますか？そして渡辺が特にねハマりそうなチームネッツ以外であるとすればどこですか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして最後の一つお知らせがあります。お知らせ、11月20日日曜日僕たちね一時店長を開催させていただきます。 in 渋谷、はい、今回東京ということで、前も東京だったけどね、前も東京だったな、素人 NBA、 そうですね、グッズとか販売をさせていただくんで、そうです、概要欄にリンク貼ってるんでそっちもぜひチェックしてください。グッズのものが来たらサブにそれもあげる予定です。アップしていきます。間に合わん気がしてきた。なんとか間に合わせてほしい。素人 NBA、 こんな感じで僕たちはね明日以降も皆さん楽しんでいただける NBA がどんどん出していこうと思うので、ダンダン、まだチャンネル登録されてない方はこの動画を見たらすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他メンバーシップでは月1本 NFL がたまらないワクワクする動画出してるんで、周りよりも NBA 詳しくなりたいって言われね、ぜひメンバーシップ入ってください。NBA オタクになりませんか？なりましょう。サブチャンネルではなかなかメインチャンネルで上げてないチームの紹介などをやってるんで、そっちもチャンネル登録して待ってください。そっちで再生上がったらこっちに戻ってくるからね。はい、やっていきます。見てください。はい、お願いします。SNS は Twitter、Instagram、TikTok など幅広く僕たち情報を知るので、そっちもチェックしていただけると嬉しいです。概要欄にリンクあります。見てください。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイシーも聞いてください。そして最後に、おもこめ！おもこめ！今日のおもこめは何？今日はですね、前回やりました、ボストンセルティックスが優勝大本命なのがやから。見てくれよ。道明石田さん。道明！ KD のセリフとして言われてんねんけど、うん、おかしいな、シーズン前に俺揺さぶったはずやのに。ダメージがないぞと。あのトレードの噂の件。行く行く感じ出たわ。こんな感じで毎回いろんなおもろいコメント発表してるんで、ここもおもこめ書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。日本の希望ネッツ、次は勝て。